はい、中年オタッキーです。今日は久々にカメラの紹介の動画になりますね。ちょっと以前もね、ちょっと触れてましたけど、今日はこいつの、紹介をしたいと思います。これね、オリンパスミウの130っていうね、モデルになりまして、まあ、ヤフーオークションとかでもちらちら見かけるんですけど、オリンパスミウシリーズって結構ね、写りがいいんで有名、になります。で今回はちょっと安くね、かなり安く、ヤフーオークションで入手しましたので、これで写真を撮ってみました。で今回はねちょっとかっこいい写真ははっきりとありません。家族旅行に持っていて適当に撮って、その写真を紹介していきます。それでは本編スタートしていきます。オリンパスミウ130なんですけど、これね、ヤフーオークションでね、カメラ5台セットってやつ、1円スタートのやつでね、あって、これは安く落札できそうだっていう風に選んでたら、5台で24円。5台で、これもうちょっとね、出品者の人かわいそうだなっていう、多分梱包にね、24円以上絶対かかってると思うんで、24円で落札して、ね、送料がいくらだったかな。送料もね、800ちょっとだったんですよ。1000円かかんないでね、24円でね、カメラ落札しまして。で、まあ、5台あったうち、まあ、5台ともちゃんと動いたんですよ。5台ともちゃんと動いたんですけども、ミノルタの AF テレってやつだけが、6、7枚撮ってシャッターボタンが壊れて、おだぶつになりましたね。まあ、プラスチックカメラなんでね、プラスチックの部品が割れたら終了みたいな、ノリで、もうなんかシャッターボタンを押して離したら、シャッターボタンがビヨーンって飛ぶ、バネと一緒に飛んでいって、もうバネがなくなってもいいやと思って、終わったみたいな感じの。これでもね、オリンパスビュー、結構故障してる個体も多いっては聞きますけど、24円で落札した割にはちゃんと動いてくれました。まあね、これ蓋をね、電源スイッチが兼用してるんですけど、蓋を開けたほら、ウィーンってね、これズームが出てきてね、でフラッシュも出てくるんですね。で、これがね、ズームで、ズームが結構ね、130mm なのかな、これ。わかんなくなっちゃった。130mm だ。38mm から 130mm、というね、一辺引っ込んで蓋を閉めるみたいなね、カメラになります。で、蓋を開けるとね、まあ、こんな感じなんですけど、フィルムのセットもごくごく簡単で、フィルムセットしてね、ベロをこっちに伸ばして、蓋を閉めたらもうセット完了で、勝手にねフィルムがニャーンと送られちゃうんですよ。で、フィルムカメラのフィルムのセットがね難しいとか思ってる方もね、これなら簡単に、できます。でですね、まあ特徴としましては、まずちっちゃい、まあちっちゃいって言ってもね、コンデニに比べたらはるかにでかいんですけど、まあちっちゃいんで、最近ちょっと思い始めてるのが、まあ、デジタル一眼をやってる人にできれば、フィルム写真ね、まあやってほしいんですけども、デジタル一眼すでに撮ってて、で、一眼のフィルムカメラ、まあ、2個を持ち歩くのもすげえでけえって話なんで、デジタル一眼での撮影のね、旅行とか機構に、こういうコンパクトなね、フィルムカメラを1台フィルムポンって入れてね、持っていくっていうのもありだと思います。で、今回その家族旅行に使ったのはね、今までね、一眼とか持ってたんですよ。F1 とかね、AE1 とか、まあ EOS55 とか EOS1 とか、その家族旅行に持ってたのも、ちょっとね、子供が大きくなってきて荷物も増えてで、手狭になってきたんで、もうコンパクトでいいやと思って、ちょうどいいや、オリンパス見終わったから持っていこうみたいな、まあ感じになったわけなんですね。で、まあ写りはね、評判通りいいです。ちょっとね、写真をパンパンパンと、見てもらいましょうか。もうね、子供を適当に撮ったような写真なんで、大した写真ではないですが、ご覧ください。どうだったですかね。どうだったっつってもね、本当にね、普通のスナップ写真なんですけどね。まあ、
写りがいいのはね、納得していただけると思う。結構ね、ズーム全域にわたって写り良さそうです。でね、そんなに明るいレンズじゃないんですけども、まあ、一応ね、内蔵フラッシュがついててね、ちょっと暗かったら勝手に光るんで、まあ言うたらね、これ、今はね、みんな使ってない、差別用語になっちゃったんで、差別使ってないんですけど、いわゆるバカチョン、当時バカチョンカメラって言われるやつですね。もう簡単に撮れるんですよ。で、弱点としてはね、このファインダーの見るとここがね、すごいちっちゃくって、どこにあるんだろうみたいな感じでね、コンパクトカメラって大体この端っこについてることが多いんで、スッと見れるんですけど、これ真ん中について、まあフラッシュのね、関係上ね、真ん中についてる、のがこれちょっとこれね、欠点ですね。そのフラッシュ内蔵になって以降の、コンピュータカメラがね、このファインダーの覗き窓が真ん中に来ると、これバルナック誤差とかも防げていいっちゃいいんでしょうけど、慌ててる時にあれどこだどこだってね、探すことになっちゃいますね。で、このピントの精度ですね。ピントの精度、まあオートフォーカスなんですよ、このカメラ。一丁前にオートフォーカスなんですけど、まあね、ちょっと一枚写真を、見ていただきましょうか。はい、これね、失敗写真になる。実はね、今見た目見てもらった写真、失敗写真、これ真ん中にね、写ってるの、実は私のお袋なんですけども、こっち向いてたんでね、シャッター切ろうと思ったらね、向こう向いちゃって、まあ、失敗写真になるんですけども、ちょうどね、そのピントの精度を、測るのにちょうどいいなと思って、基本的に真ん中付近のもので、一番近いものにね、合わせてしまうようです。だから前ボケとかね、作ろうと思ってもね、前のものにピントが合うと思います、これ。だから、オートフォーカスはまあまあ、利点と欠点はちょっと合わせ持ってますね。ピンボケ写真は少ないですけど、ちょっと凝った写真は撮りにくい。まあ、スナップ写真、本当に、ね、ちゃちゃっと撮って記録を残すっていうのに、優れたカメラだと思います。でね、電池がちょっとね、これね、なんだったっけ名前、忘れちゃった。どうやって開けるんだったっけ。ちょっと高い電池が入ってます。これだ。CR123A っていうのが入ってますね。これね、ホームセンターで買ったら5、600円なのかな。だからね、5台で20円のカメラにね、600円ぐらいの電池を放り込むというね、非常にコスト的に効率が悪いにはなってますけど、まあこれでね、フィルム1本撮っても、全然減ってないですね。で、まあ日付とかも入れれますし、日付はね、入れたり入れなかったりできます。あとね、セルフタイマーのね、リモコンがついてたりするんですよ。まあ、これにもね、CR2025 だったかな。もう電池も交換して、撮影したんですけども、ちゃんとね、機能してます。まあ、リモコンボタンがね、最初からついてるカメラっていうのは、そんなにめったにない。まあ、10秒セルフタイマーでね、走って撮って撮りゃいいっちゃいいんでしょうけど、まあ、そんな感じになりますね。まあ、コンパクトですし、暗いとこでも撮れるんで、まあ、デジタルカメラ、ね、デジタル一眼とかの、写真を撮りに行った時にね、ついでに持って行ってもらって、その記録を残す、デジタルでその芸術的な趣味写真を撮って、で、こいつはで記録を残すみたいな、そういう使い方、がいいんじゃないでしょうか。結構ね、写りいいですね。まあ、オリンパスさんね、そのレンズ、昔からね、そのレンズの設計にこだわるメーカーとして、まあ、有名ですけど、まあ、そのオリンパスさんの色がしっかり出ているカメラになると思いますね。はい、今日の動画はそんな感じです。初の、まあ、私の動画、初のですね、プラカメになりましたけど、調子のいいね、オリンパスミュース手に入ってね、ちょっと幸運でした。で、次回の動画なんですけど、ちょっとね、まあ、そうですね。まあ、こいつの動画も作りたいですし、これコニカ C35 ですね。このレンズすごくいいですよ。あとね、いよいよね、カメラプレゼントのこのカメラね、F601、ニコンの F601。これも撮影終了しまして、現像が上がりました。
特に不具合ない、特に不具合ないというか絶好調みたいです、どうやら。それで、次回の動画はカメラプレゼント行きましょうか。1000人も突破いたしましたし、カメラプレゼント行かしてもらいます。それで今回の、動画じゃあカメラプレゼント、ちょっと豪華に行きますよ。まあ、カメラはね、その一眼レフカメラ、この F601 レンズもね、どうやらね、カビも曇りもないようです。ちょっとね、このレンズ、まあ、ニコンさんの AF3570、まあ、以前もね、F501 の動画で紹介したのとほぼ同じレンズ、ちょっとバージョン違い、になるっぽいんですけど、これそのレンズの中すごい見にくいんですよ。俺老眼っていうのも手伝ってね、はっきり分かんないんですけど、撮影結果を見る限りでは、結構いい感じ、ですね。曇るとかなさそうです。でこのカメラに、これカラー枠ですけど、このフィルムを1本つけます。コダックゴールド200、このフィルムを1本つけまして、撮れとフィルムで撮れという動画にいたします。次回の動画ね、ちょっとねいつになるかはっきりわかんないんですけどね、こうご期待ですね。で相変わらずね、同僚を引っ張る仕事してましてね、ここに、あ、もう真っ白になっちゃった、露出相場になっちゃった、これマニュアルで撮ってるから。ここにね、あのトラック止まってますけど、今あのお昼寝中です。ちょっとね、昨日夜行で走ったんで、まあ俺も寝なきゃいけないんですけど、寝る時間を削って動画を作ってます。まあそんな感じです。1000人突破しましてね、一応ね再生回数が全然足りてないんですけどね、3ヶ月か4ヶ月ぐらいに1回お金をもらえそうです。で、お金をもらってたらまた何か企画を考えるかね。でもいくらももらえないから、今その取材費で消滅みたいなノリの金額になっていきそうですね。もうちょっとね、視聴数、視聴数を増やすのはちょっと難しいかもしれないんで、皆さん広告を見てください。ソニーさんのね、CM の動画でね、女の子のプロカメラマンが出てくる動画、見ました。私あれじっくり見てみてたんで、やっぱね、僕と同じ撮り方をしてます。どういうことかっつうと、まあ、以前の動画、だいぶ前の動画に、このね、ファインダーを、見て、まあ、何も言えない、ファインダーを見てもね、片っぽの目は開けてる、ね、このそのプロの女の子の、アルファ7R3 かな、なんか使ってるプロカメラマンの方なんですけども、これね、特にその EVF のミラーレス機をね、使ってる方はね、これ有効な撮り方になるかもしれません。どういうことかっつうと、EVF で見てるその画像ですかと、エゴを右で見て、左の目で生の画像を見て、その実際その見比べて、その露出の調子を確かめるとか、そういう使い方をしてるんじゃないか、彼女はしてるんじゃないかなと、コマーシャルを見ながら思いましたんで、ちょっと長いコマーシャルですけどね、ソニーさんの、カメラの動画、ぜひ私の動画のコマーシャルで見て見てください。まあそんな今日の動画はそんな感じです。いよいよね、次回の動画は、カメラプレゼント企画第3弾になります。ニコン F601、ちょっとね、すごい F601 タダでくれるのって思うでしょ。これね、ハードオフとかでもね、ジャンクがね3000円ぐらいしたりするカメラです。で、僕のはね、ちゃんと動作確認してね、ちゃんと映りますから、それ以上の値打ちがあるかもしれませんけど、これもね、5台で24円のカメラの1台なんですね、実は。これ、まあ、もうね、こんなことがあるからね、オークションやめらんないです。もう面白いんですよ。もうね、5台で24円でね、ちゃんと動くオリンパスミューダとかね、レンズにカビがないね、F601 とかがね、買えちゃうんですよね。もうね、皆さんもね、ぜひぜひね、ギャンブル的なね、ニュース、まあ、とりあえず、まるっきり損するときもあります。2回ほどまるっきり損したこともありますけど、まあそういうこともありますけどね、面白いんでやってみてはいかがでしょうか。じゃあそれでは、また次の動画で、お会いいたしましょう。今日はね、最後まで見ていただきありがとうございました。来週ちょっといつアップになるかちょっと未定ですけど、また、アップしていきますのでよろしくお願いします。それではまた。